私クラゲが実況を務めさせていただきます。さあ綱選手対津野選手の試合、この勝者が先ほど敗れてしまったタミウル選手への挑戦権を手に入れることになります。さあお互い関西からの資格、中部のプレイヤーに挑戦する形になりました。さあまずはこの関西対決、制するのはどちらでしょうか。ファイターとしては先ほど使っていたファイターはスムスト選手はドクターマリオ、ツナ選手は月光が、このカードを見られるんでしょうか。さあさあタミフル選手への挑戦権をかけた関西の勝負、目が離せません。まあ、先ほどの試合見ている限りではスムスト選手も配信台たくさんありましたし、ツナ選手もありました。スムスト選手は今回横スマッシュや上スマッシュの当て感とても冴えていましたね。なので大きい撃墜択、そこで大逆転があるかもしれません。対する津田選手は下強攻撃、ダッシュ攻撃からのコンボ、そして空中攻撃からの連携によって大火力を稼いでいました。さあこの試合どうなるか楽しみですね。選ばれたファイターはおそらくこの予想通りの月光画とドクターマリオとなると思います。ただなると思いますが、もしかしたら違うファイターも出てくる可能性ありますかね。ただ信じたファイターを選んでいくと思います。ただこれ何か怪しい姿がある。これはまさか射撃ではなくドクターマリオ、やはり自分のファイター信じていきましょう。それでは勝者側決勝にかけたこれルーザーズファイターですね。さあ試合いきましょう。さあ始まりました。まずはゼロパスの展開、お互いに距離を取りつつ技をどちらが先にやってるか、ダッシュ攻撃から当たっていく。さあクーエヌ水破裂から暴れて下投げ、さあカプセルを巻きながら津田選手のジャンプを抑制。ただ月光河としては飛び道具がありますからね、距離を取れば水水剣がある。ただ DA から空へ繋いで、さあ着地狩りの展開、空中後ろ空後から掴んで、これは後ろ投げ崖の展開に、空中後ろでこれをかわし切りたい津田選手。さあ空への暴れ、さあということでいきましょう。さあ横強攻撃、下シフト渋い選択。さあ帰れるか、空中後ろが置いてある。まず先制したのは津田選手の月光が、さあこの状況の月光が無理に攻める必要はないか。ただガンガンと攻めていく姿勢もあります。掴んで躍空間判定、下強からウェック当たらず、空中後ろ横スマは大きい、下強から空中上崖の展開を継続、カプセルに当たってトルネード後ろに飛んでいく。方向が違えば撃墜がありました。ウエスマッシュ、しかしウエスマッシュで撃墜。さあなんと 6% のビハインドしか書いていません。 DA から空中後ろ判定している。さあ崖の展開、さあ空への起きながら下投げ、空中上上木をジャンプを潰しているか。空へぬから、じゃあドクターテルの奥が当たらず、さあその後も折り込み済み。さあ空へぬかさジャックが、これは横スマッシュ心臓マッサージ、まだまだ撃墜には至らずギリギリでしたね。ただハイドロボムで復帰しつつ空中上対空、さあ上スマッシュガードキャンセル、上スマッシュしっかりとダッシュ攻撃の差し込みを許しません。そして空中からの差し込みに対してリスクをつけているこの男。さあダッシュ攻撃かすら、おっと空上から上強水破裂、空中へ暴れている。上スマッシュホールド入って 63%、 DA かすら手から空中へ攻撃。さあこれは横スマッシュが見えた、横スマッシュ心臓マッサージ、まだまだ撃墜に至らず。さあこれウィスマス当たらず、ウィス後ろ投げラインが移動して、さあ九死に一生得た綱月光がここから巻き返せるか。横スマッシュ置いてる、下スマッシュ置いてる、上に置いてる下スマッシュ。さあこれドクターマリオスマッシュノンパルド空中前攻撃撃墜していく。さあラストストック同士まだまだ分かりません。ウィスマッシュこれは撃墜していく、ベクトルが上に飛んでいきましたね。
さあ、ダッシュ攻撃に対して上スマッシュのリスク素晴らしかったです。まず1本取っていたのはツムスト選手、先ほどのスマッシュ2連発プラス上必殺技、かなりの暴れが見えましたが、そういった強気の卓を通していくことができる、そういったことも勝ちにつながる要因の一つです。さあ、この勢いのまま勝っていけるかツムスト選手、または1本返していけるかスナー選手。さあ、それでは2試合目いきましょう。さあ、選ばれたステージはポケモンスタジアム2ですね。ジャストシールドから、さあ、水破裂漏れていく、ダッシュ攻撃と水手裏剣相殺しましたね。さあ、お互いじりじりした間合い管理、受け身をしっかり取って空中前攻撃先端、間合い管理を徹底しています。ダッシュ攻撃を差し込んでジャンプを使って逃げていく、ダッシュ攻撃当てて空中上攻撃、空中ショー当たらず D をもう一回展開が作って落としていく、受け身先を逃げていく、空中下全力ドロップキック見えましたが当たりません。さあ、お互いの差し合いの状況、若干のパーセントリードは津田選手の月光がですが、まだまだ一発の大きい火力ありますからね、分かりません。空中後ろ当てて手裏剣で対抗伸ばせず、おっとハイドロップでこれは届かなくなって、まずは先制津田月光がドクターマリオの復帰の良さをしっかりと定めてきました。先ほどから DA 空中上弱弱弱カプセル当てて DA を置いていくがしっかりかわしていく、空中後ろ DA から空中後ろ反転している、崖の展開が継続されているか。さあ、掴んで下投げ、高い表面で空中下打ったが当たらず、それに差し返していく、逆にこの展開は空中後ろ当たらず差し返している、しっかりと空中の先端を当てて月光河を返していきました。ジャクジャクジャク、今横スタッシュ見えましたがしっかりとジャック攻撃判定でかわしていきました。前投げ復帰措置展開がしっかりかわしていく、まずは入場に戻して振り向きつかみ、距離が長いです。空中後ろは置きながら前取っていますね。さあ、しかし上スマッシュ当たらずに、そこをしっかりとがめる横スマッシュ、津田選手が2ストックのリード、3ストック対1ストックとなりました。ダッシュ攻撃から空中上、さあ、着地やり、おお、横下に入れましたが掴んでいる、空中後ろカプセル置いて、カプセル置いて掴んで先見ている、しっかりと見て後ろ投げ、さあ、ジャンプを使ってうまくまずニュートラルに戻しつつ、ウエストマッシュをしっかり見ている、ガードが長いですね。もうウエストマッシュは食らわずと津田選手のガードが硬くなりました。そして津田選手は 140%、 この状態補正がありますからね、このままの勢い残すということができるか。対してつぶす、まずは撃墜択を当てられるか、欲求は渋い選択、おっとこれはひたすましで撃墜はしていく。さあ、ジャンプがない状態のひたすまし、ハイドロンプから完璧な選択でしたね。さあ、これで1対1となりました。さあ、次の試合の勝者がタミフル選手への挑戦権を手にすることとなります。さあ、選ばれるステージはどこになるんでしょうか。さあ、ゆっくり考えながら村と町を選択。村と町は3つのね、動く台があり、その台がなくなったりする、少し変わったステージですからね。さあ、このステージをしっかりと利用していけるか。それでは3試合目参りましょう。ツムストドクターマリオ VS 津田月子が始めていきましょう。さあ、カプセルを巻きながら距離を取りつつ、さあ、お互いニュートラルからじりじりとした展開が続いていく、ダッシュ攻撃差し込みも水手剣と相殺していく。さあ、まずはゆっくりゆっくり20秒、お互い 10% しか食らってない状況がありますね。ただ先に仕掛けたのはつなげっこが、さあ、食えの暴れから横スマ打ちましたが何もない。さあ、 DA 見ている、空上空上、さあ、回避を読んだか、空中後ろ掴んで下投げ、空中後ろ当たらず、さあ、お互いに技終わったら大きい展開がありますからね、じりじりと少しずつ前を詰めていく。
さあどちらが先に仕掛ける。そう、横綱が見えた。さあ強気な選択が光る角選手、それに対してこのスピード、この機動力を生かした船げっこが、さあまだまだゆっくりとする展開、いつ試合が動くんでしょうか。さあそろそろ1分30秒ぐらい倒してますが、おっと先にクーエルから空号、空号もう一回ったや、ジャンプがあるのか、しか見ている空中攻撃。さあハイドロンプを使ってそのバーガーを捨てるが、さあ回避を読んだウエスマッシュ当たらず、しっかりかわしていましたね。さあ空中前、空中前とセンター押すゲー、またすかしウエスマッシュ、そして空中後ろ攻撃、ジャンプを見ている。先を置いて、これは読み合いにならず、ウエスマッシュ上空中後ろ攻撃、さあガードを削り、相手のジャンプを取り、そして空中を当たる。おー、ドクタートルネードのプレッシャーがあり、ザ選手なんと帰れず、先制したのはツムストドクターマリオ。空中後ろから下をかわして反転している掴み、空中へ、空中折り、空中上から、さあ出し声から空中へ、これは落として弱弱横スマッシュ撃墜していく、ダウンレーンを絡めたコンボお見事です。さあストックを並んだ2ストック同士、まずは出し声で差し込んでカプセルあって空中しろ、それに対して水破裂、空中 N で暴れている、空中 N ダッシュ攻撃、そして空中しろ、完璧なコンボ。そしてこれはなんと村正代助けられたか、ハイドロポンプに対してなんとか九死で主張を得ました。さあダッシュ攻撃差し込んで、さあ空中しろ、まだまだ焦る時ではない、ジャンプをしつつ様子を見つつ歩きを入れつつ飛び道具をしつつ、さあクイルからウエストマッシュが当たって、ただまだ耐えている、着地の展開、ひたすマッシュが当たらず、さあ掴みをかわして後ろ投げ、さあハイドロポンプに対してゆっくりとしたを掴んでいる、回避を見ているがクイル暴れ、空前は空中前、さあ空中前を押し付けていく、ガードを削って読み合い有利するか、さあ空中前ジャンプを見ていた。さあラストストックになったつぶ選手、なんとか追いつきたい、空中しろ、もう掴んでいるウエスマ発生前に、さあカプセルを巻きつつジャンプストイン、ジャックジャックジャック、まずは手堅く稼いでいく、ザ選手受け身しっかり仕込んでいますからね。ウエスマすかしているがそれを見逃さない、さあ空中ウエスタスマッシュ、ハイドロポンプの逃げ先をしっかり読んだ後ろ側の判定を当てましたね。ストック並んでいき、まだまだ分からない展開。さあクエン、お互い暴れて掴んで引きつかみ振り向いていますね。さあクエン DA に対して DA で DA クエン、これは飛ばしていく、すかしつかみに対してその場回避、落としていくがクエンからウエストマッシュはクリーンヒットせず、まだ耐えている 19%113%、赤くなっているのはつむす選手のパーセント、これは変えれるか、ハイドロップからスタスタして撃墜、勝利したのは津田選手。さあこうして上上選手への勝利の切符を掴んだのは津田選手となりました。さあ続いての試合は津田選手対タミフル選手となります。さあ次がルーザーズファイナル。